はい、どうもこんにちは、沈黙の羊です。それでは天馬幸福サブレースの WBC スプリント進めていきたいと思います。まあさっきの戦績を見るともう諦めざるを得ないのかなと、8万枚すらやっぱり厳しいのかなという感じなんですけれども、このスプリントサブレースのくせに、デイジュールがいる回を選んでいるというあたり、まあ何やってんだっていう感じですよね。まあそれぐらいもう心がぶち折れてるんだなっていうのが、こうなんというか、まあ、音声はもちろん後から撮ってるんですけれども、まあ見て取れる、レース選択というか動画だなというふうに思いますね。まあでも本当にこうなんというか、単独に、完全に単独っていうのにこだわって1週間1レースで、また1週間待って1レースで、どちらも着外、まあ本当になんというかもうどうしようにもないですよね。かぶったらかぶったでまあパクられますし、こっちがオッズが悪い時にはやっぱり勝てないですしね。まあどうでもいい馬は勝ってくれるんですけど、なんかもう後がないというか終わった感が満載なんですけれども、まあここから巻き返し、まあ奇跡が起こると信じて、清さんお願いします。ワールドブリーダーズカップスプリント14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。3番マニカトが先手を取ります。アストンマーチャンがその後ろ、内から1頭6番湘南カンプ、カルストンライトが上がってまいりました。そして5番手に12番テイクオーバーターゲットであります。沿道のお客さんが、そして華やかな街のネオンが応援しています。天馬幸福を直線の伸び足はどうか。2番デイジュール先頭、ホールトテイクオーバーターゲット、デイジュールが2番手テイクオーバーターゲット先頭、4番天馬幸福オームテイクオーバーターゲット先頭、テイクオーバーターゲットが勝ちました。天馬幸福オームは2着3着にデイジュール。はい、ということで2着、もうなんというか負け続けるときはもう客室通りに走ってくれないっていうのがスタホ3のパターンですね。もうこの馬は終わりました。それでは失礼します。